ということで今、はい、ここはどこですか？ゆいさん、男子棟の前です。やっぱね、修学旅行といえば、うん、男子の部屋に行くべきでしょ。そうまあ朝からなんですけども、うん、早朝ドッキリみたいな、うん、はい、まあ自分のカリピにドッキリかけてみたみたいな、うん、今日のじゃあするミッションは、はい、顔に動きします。いいですね、はい、起こしたあかんから、うん、ちょっと頑張ろう。確かにバリ静かに行こう。え、そのもっそー行こう。バリ静かに行こう。怖い、あ、怖いだ。いや、ハルト起きてんのかな。いやいや、もうブサイクやろ。おはよう、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 決勝やお前、顔おかしい。いや、俺そんなブサイクちゃう。ゆい好きって感じ。
ってなんか高齢性濃くなってすごいな、履いててんだ、全然気づかんかった。え、なんで気づかへんの、恥ずかしい、こんなくっついて寝てたの。え、バリクチャって寝てた。ごめんやけど、怖かった、怖かった。で、彼の半目やったで。綺麗にハモって。こちらがゆいさんの作品になります。はい、はい、かわいい。で、はい、見せてください。あ、かわいい。ということで、ドッキリ大成功。イエーイ。こんな上手いことな、ドッキリある、ね、と思ってなかった。マジで嬉しい。な、ぐっすり寝てな、綺麗やったで、二人とも顔キモって、顔キモってな、口上げて寝とったから、ね、目半開き。半開き。ほんまに頑張るぞ。今日のあれしやろ。ねえ、レッツ。オッケー。じゃあ、はい、太陽くんお願いします。お願いします。まだずだ熱い修学旅行、まだまだ頑張るぞい、レッツゴー。消さないでね、まだ太陽、それで料理してもらうから。緊張するんだけど。どうだった？一回座るか。ん？一回座ろうか。うん。どうだった？昨日寝れた？うん、寝た。もう疲れすぎてすぐ寝た。いや、わかる。俺も昨日ちょっとだけ電話したやんか。うん。え、切った？切った。あ、切ったんか。ガチで眠すぎて。ね、覚えてないもん。寝てた、普通に。寝てた？忘れしたけど。なんかさ、近くに海があるらしい。行く？一緒に行かん？え、来た。じゃあ海行こうか。行こう。よし、行こう。大丈夫。大丈夫。海か。久々だね。ね。え、なんかマジで教室思い出す。やばい。ね、本編で行ったもんな朝。うん、あ、懐かしい。ガチ夏。あ、海行きたかった。あ、本当？うん。よかった。昨日超行きたかった。プールあったけどさ。うん。すごい、きれい、きれい。開放感あるわ。朝の海はいいですね。ね、わかる。なかなかないもんな、ね、朝に海来ることなんて。するの？どうする？なんか、うん、貝殻でも探す？うん、貝落ちとる、やっぱり。ほら、こういうやつよ。あ、こういうやつよ。え、これめっちゃきれいよ。ね。え、そういう系も探そうよ。探そう。なんか今日好きだね。うちら恋してるわ。貝探そうとかやって。うん、今日貝探してて。いいよ。貝見つかりましたか？はい、見つかりました。はい、綺麗な貝です。ねえ、そんなんていらない。探してちゃんと綺麗だな、はい、あったあった。あった？朝食でミスったベーコン。ねえ。焼きすぎたベーコンみたいな。突っ込んでくるな、すぐ。これがいい。あ、これがいい、ほら。これ、これ。え、ここめっちゃ落ちそうね。あれがいい。これ。これ？うん、絶対これ、水揚げされたて。あ、されたて？うん。だって水に浸かってる。新鮮ですか？新鮮。ちょっと来て。綺麗な貝です。新鮮です。新鮮。え、これも可愛い。なんか似てない？え、これどこにしよう？ありあり、全然。おそろいしよう。おそろい。貝殻のおそろいって何？かわいい。なんかここにさ、うん、なんかメッセージ書かん？メッセージ？ここに。キャンスキャンスですね。ね。え、いいじゃん。ここ？やばい、汚くなっちゃった。大丈夫よ。気持ちがこもってるわ。そうだね。気持ち込めてます。込めてます。うん。できました。もうできました。じゃあどうします？せーので見せる。いいよ。それとも交換しよう。あ、いいよ。はい、あげる。はいはいはい、はい、ありがとう。せーので見るよ。せーので見る。うん、いいよ。いい？せーの。これで終わり？もう続き見られへんの？そうなんです。京介を最後まで楽しめるのはアベマだけです。続きはここからご覧いただけます。ぜひご覧ください。